と未来の保護、パチンコアプリの人気の秘密とは？よざからのコメントも紹介。部署、こんにちは、新聞記者のです。今回は、アプリストアで大人気のエヴァンゲリオン未来への保護についてご紹介します。このアプリを調べる際によく見かける質問やヤザからのコメントを探ってみました。なぜアプリストアでエヴァンゲリオン未来への保護を調べると関連のパチンコアプリが出てくるのでしょうか。その理由は、このアプリがパチンコエヴァンゲリオン未来への保護と密接に関連しているからです。実は、パチンコ界で人気を誇るこの機種の世界観を忠実に再現しているアプリとなっています。一部のヨザからは、パチンコエヴァ未来の矛で、通常時の日前に回帰に小5機が登場するといった遊び。汗のよそが好評を博しています。さらに、日目の際には、遠隔操作が行われるという興奮を引き起こす要素もあります。こうした工夫が、ヤザの間で高い人気を集めている一因なのです。また、エヴァンゲリオン未来への矛のような人気機種は、実際の認定審査から3年以上を要することがあります。そのため、アプリを通じて手軽に楽しむことができる点も、大きな魅力と言えるでしょう。中には、エヴァンゲリオン未来への矛の特徴的な遊び要素である、赤レバブルについての信頼度に疑問を持つ、人もいます。調査によれば、初期の信頼度は9割以上とされており、多くのヤザが高い評価をしています。今回ご紹介したエヴァンゲリオン未来への矛、アプリの人気の秘密や、ヤザからのコメントをご紹介しました。パチンコ界で高い人気を誇るこの機種の世界観を手軽に楽しめるアプリとして、多くのヤザに支持されています。ぜひあなたも、このアプリの魅力を体感してみてください。以上、アシンをお伝えしました。どうかをご覧いただき、ありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひ、あなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。